高校時代の友達に会って少し元気になる駅員さん。ありがとうございます。え、中島、お久々。え、何やってんのお前、出張。あ、そうそうそう、ここ配属になったの。久々。え、また飲み行こうや。うん、頑張ってる。うん、え、多分帰りも経ってるかもしれない。うん、よろしく、またね、連絡するわ。はい。中島、学生時代の恩師に会って社会人になったことを感じる新人駅員さん。先生ですか。あ、お久しぶりです。いやいや、そうです。今ここでやってるんですよ。いや、野村もやってますよ。はい。いや、そうです、そうです。え、後輩も入ります、今年。あ、二人入ってますか。え、野球部ですか。おお、じゃあ来ますね、多分ここ。うわー、楽しみにしてます。はい。いや、よろしく言っておいてください。はい、全然教えるんで。はい、お疲れ様です。またお願いします。大人になった学生時代の元カノに会って密かに恋心を抱く駅員さん。お、久しぶり。元気。いや、俺も元気やってるけど、なんか最近いい感じの人いるらしいじゃん。いや、この間初編に聞いてさ。いや、興味ないんだけど、別にお前のことは。あー、そうなんだ。まあまあ、よかった、頑張って。あっちのビル行ってんだ。へえ、初めて会ったね、ここ。そっか。まあ、また飯だ。いい。なんすか。いやいや、違いますよ、別に。なんでもないっすよ。知ってそうで知らなかった駅員さん。はい。あ、はい。あ、元気にやってます。はい。あー、そうです。はい。あ、お疲れ様です。